台風10号は午後3時現在、潮岬の南の海上を自転車並みの速さで東寄りに進んでいます。今後はさらに動きが遅くなり、明日のうちに紀伊半島に達する見込みです。降り始めからの降水量は仁淀川町鳥形山で675ミリ、馬路村柳瀬で669.5ミリなどとなっていて、津野町や宿毛市などでは土砂崩れが発生。高知市では昨日、60代の男性が強風にあおられて転倒し、頭などに軽いけがをしました。交通への影響です。 JR 土讃線の普通列車は今日夕方から土佐山田井の間で運転を再開。特急は終日運休ですが、明日は一部を除き始発から運転再開の見込みです。土佐くろしお鉄道は中村すくも線、ごめん奈半利線ともに今日午後3時半ごろから普通列車の運転を再開。土佐電交通は路面電車、路線バスなどが始発から通常運行しています。高知龍馬空港では始発の3便が欠航しましたが、それ以外は通常通り運行し、旅行客でにぎわっていました。朝一の便で飛ぶ予定だったんですけど、欠航したので変更して、もうずっと行けるかどうか心配でした。今日来る予定で1回キャンセルして、台風の影響で、なんか来れそうな感じだったんで、もう1回ホテルとかに電話して来ました。バスも取ってたんですけど、結局バスの方がダメで、飛行機で来れたので良かったです。今日の県内は台風の通過に伴って高気圧に覆われて晴れ、高知市では最高気温が 36.1 度など4カ所で猛暑日となりました。明日は東部を中心に午後から雨足が強まる恐れもあります。最新の台風情報をご確認ください。